ボクシングの世界スーパーバンタム級、55.3キロ以下、4団体統一王者、井上尚弥、大橋、は3日、東京、有明アリーナで元 IBF 世界同級王者 TJ ドヘニー、アイルランド、との4団体防衛戦で7回0分16秒 TKO 勝ちした。世界戦通算23勝の現役世界最多タイ記録、世界戦級連続 KO 勝ちで日本記録を更新。 前日計量から11キロも増量したドフェニーと拳を交え、会場を沸かせた。戦績は31歳の井上が28勝、25KO、37歳のドフェニーが26勝、20KO、5敗。画像、その後、ドフェニーは異例の姿で退場。1万人規模の客席は大熱狂でモンスターを迎え入れた。初回、 前戦にダウンを喫しただけに冷静に入った井上。2回1分過ぎにジャブから右ボディストレートを突き刺した。後ろ重心で消極的なドフェニーに徐々に攻勢を強め、6回は上下の内訳やボディを着弾。7回にコーナーで連打を浴びせた。すると、ドフェニーが腰付近を抑えながらノロノロと歩き、ゆっくりと膝をついてダウン。TKO が決まった。 突然の幕切れに会場では、ええー、と叫ぶ人も、ドヘニーはコーナーに用意された椅子にもまともに座れていなかった。イングインタビューで井上は、ダメージは少なからず、蓄積はあったと思う、と分析。内容、結果として満足するような、期待するような試合内容ではなかったと思いますが、長く試合をしていればこういう試合もあるということで、次に期待してもらえればと思う。 と振り返った2度目の4団体防衛成功となったが、自身の技術について未完成だと思うし、決して今日の内容というのは自分の出来の悪さではなく、ドヘニーのキャリア、試合運びのうまさがこういう内容にさせたと思う。もっともっと上を目指して頑張りたい、と話した。イングには共同プロモート契約を結ぶ米興行大手、トップランク社のボブ・アラムセオも上がり、 年内にもう1試合、東京で試合をして、来年にはラスベガスで大きなイベントを開催したい、と発言。会場の拍手を浴びた、井上は、引き続き、期待して応援してくれたら嬉しい、とファンに呼びかけた。スーパーバンタム級4試合目の井上は、5月に東京 D でルイス練り、メキシコ、に6回 TKO 勝ちして以来2度目の4団体防衛戦。 自身が2019年5月に記録した8試合を上回る世界戦9試合連続 KO 勝ちと井岡和人を上回る世界戦通算23勝の日本人最多記録がかかっていた23勝は元世界ミドル級3団体統一王者ゲンナジー・ゴロフキンカザフスタンと並ぶ現役世界最多でもあるオーストラリア在住のドフェニーはアイルランド国籍を持つ37歳のサウスポー 18年8月に IBF 王者、岩佐良介に判定勝ちし、19年4月の2団体王座統一戦で陥落した。今年5月の井上、練り戦で不足の事態に備えたリザーブとして待機したが、出番はなく別の選手に勝利。これまで対日本人は3戦3勝の日本人キラーとされ、過去4敗の打ち敬大負けはなかった。 この日は前日計量から11キロ重い66.1キロでリングイン。前日55.3キロだった井上は62.7キロで、挑戦者と3.4キロ差だった。井上の次戦は12月に国内で WBO&IBF1 位サム・グッドマン、オーストラリアが最有力とされ、来年は米ラスベガス開催が候補に上がっていた。